トゥール大学旧称フランソワ・ラブレー大学は、フランスのトゥールにある公立大学である。1968年に5月危機が発生し、フランスにおける高等教育をもっと現代的で民主主義的なものにしようという動きが生まれた。こうした中、作家のフランソワ・ラブレーにちなむ名前を有するフランソワ・ラブレー大学が1969年に設立された。 これ以前から存在した多数の教育機関を統合する形で作られた、レオナルド・ダ・ヴィンチ大学連合のメンバーである。2017年12月に正式名称をフランソワ・アラブレー大学からトゥール大学に改称し、2018年1月からロゴも変更された。エミール・ゾラ、タヌール、クランモン、ポルタリス、ドゥリオン、トネレ、ポンボラン、フロモンの7つのキャンパスがある。 ポルタリスキャンパス教養人間科学部、ルネサンス高等研究所、法経済社会科学部、文学言語学部、医学部、薬学部、科学技術学部の7学部が置かれ、この他に、工学院と、ブロアとトゥールに2つのテクノロジー研究所がある。大学の9章の元となったフランソワ・ラブレイは、ルネサンスの文人であるため、これにちなむルネサンス高等研究所では、ルネサンス研究が、 盛んに行われている。ボローニャプロセスに基づく学士、修士、博士の学位を出し、二つの技術研究所では技術免状も出している。他にも大学の枠内で活動している機関がいくつかある。公立トゥールジャーナリズム学校は大学と提携する中は独立した機関である。トゥール大学地域病院センターは大学と提携し保健サービスや 医療訓練のために共同している6つの地域病院からなる団体である。ヨーロッパ食の歴史、文化研究所は食物文化の歴史を研究する人文学及び社会学の研究センターである。このセンターは2003年より雑誌フードヒストリーを刊行している。学生の1割ほどが留学生であり、エラスムス留学生や協定校留学生が多い。 グランモンキャンパスのエルムネ2016年世界大学ランキングセンターはクエア世界大学ランキングでフランソワラブレー大学を世界で682位フランスで30位に位置づけた法学部フランソワラブレー大学法学部は2018年から2019年度のエドナバッセルのランキングでは4位であるフランス産のジャーナリストであるマリロール・オーグリー TF1 のジャーナリストである、アリー・ローゼル・マック、国民議会議員、フィリップ・ブリアン、国境なき医師団総裁、フィリップ・ビベルソン、日本の文化人類学者である、大森康弘などが、卒業生である。アラン・コルバンが教授を務めていたことがある。日本のシェフ・ミクニ製造とバスク出身のシェフ・マルティン、ベラサテギは2013年、 トゥール大学より美食学の名誉博士号を授与された。ありがとうございます。